覆してやるよ。憲法がなかったら殺しやるっていう発言、あれ本当金村さんおっしゃったんですか？言ったけど、あ、全然ない。あ、嘘嘘嘘まあ、そう、その相手が、おデビューするまで本当新日本同士だったの。へぇー。で、こっちあのガチの練習もあったし、うん、パイオニアはなんでパイオニアだったんですか？いや、ゴーリムがつけた名前。パイオニアに入った理由、いや、って言ってればいいから入れない。あ、こうやったら入れるやろなって。ああもうきつかったスカットがもう何千回ってやらされて、ゴーさんが教えてくれる。そう、あ、教えへんじゃんな。で、昼間は朝早く起きて現場化されない、はい、全部って若手は2000円、朝から晩まで2000円。2000円で現場化されて、こんなんレスラーになるためちゃうわと思って、はい、もうあかんと思って逃げたんやんか。で、浦安にやって2回逃げたんやん、はい、で、2回ともバッタリスーパーでやってで、また逃げて、もうこっちから誘わんって言われて、すいませんって言って、チャンスをあげるとは言わねえって言って、はい、リング上がりたいから、もうできとったから、上がりたいからお前の方から上げていただいて、初めて上げてもらおうと思って、上げてくださいって、館長とか紹介してもらって、はいはい、ほんで、やめた館長がもう危ないから、はい、精神科医からしとくでいいよ、はい、で館長全然お金とったりせんかったよ。そのまま紹介してくれて、最初ウィングでも精神科医からしとくって言われて、空手もやってないのに、はい、空手やったのかと思ってやってないわ。確かに空手のイメージ全くないですもん。ほんでウィング紹介されて、はい、デスマッチ。あ、最初にやったデスマッチ何でした？あ、優勝戦、ノーロープ、ロープあるカリビアンボボアイ。ああ、はいはいはい、当時よくやってましたね、はいはいはい、あれ相手とか覚えてますか？ポーさんとインベーダー。はい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 、スーパーインベーダー。あのパイオニア戦士時代の時にまだ大学生だったミスター雁之助さんにお会いしてません？あ、そうそうそう、あいつが大学生で、年やこっちはまだ19か20歳ぐらいやったから、まず敬語使うやん、はい、で気がついたら、え、大学卒業するんちゃうのと思ったらレッスンを取って、はい、AMW で、で、こっちが優しいなと思ったら、闘争大社あるやん、はい、あれに行った時に、あったから、おうって言ったら無視したやん、はい、こいつやったらさやなと思ったら、後から喋ったら、翔平大ちゃん、本屋さんとか後藤さんいるんだからさって、うん、で、AMW 行くんだったら、もう、雁之助やつって言ったら、だってあいつが、出戻りで FNW 来た時、はい、殴りの喧嘩したもん、お互い血だらけ。出戻り、はいはいはい、何やったら出戻りって。えその喧嘩発端は何ですか？俺、バカにするやん、徹底バカにするやん、はい、ガチンと来たんちゃうの。ああ、殴り合いどこでですか？控え室。カラオケボックス。カラオケボックス、だからガールの歓迎会かなんかって言ったら、殴り合い喧嘩して、そういうの流血試合やったんやけど、試合終わって、はい、ほんで初めてこうリングの上で握手する、はい、して、まあ、の飲みに行って、歓迎会って飲みに行って、同じ合い、はい、歓迎されてしてないじゃないですか。歓迎してないな、はい、だからそれで俺が雁之助、邪道さん、兄者と雁之助と俺で、まあ、北海道飲みとったの毎晩、はい、朝に、はい、ほんで兄者が、おい多少しようぜって、多少しようぜ。俺が真ん中で、兄ちゃん、はい、多少って、ピーってやったら、ガンさん横から笑ってきたよ。もうね、あらと思ったら、こうやってたよ。お前かけなよって言ったよ。はい、そしたら笑い出して、バーってかけたよ。はい、かけられた瞬間、殴ったよ、バーッコーンって、はい。だから、結果って、一発がもうパンパーンっていかなあかんね、はい、まあ、素人の結果かな、はい、格闘家買っちゃうから。で、殴っとったら、ガンさん殴り返してきて、はい、で、殴ったもう邪道さんが間入ったよ、はい、やめろって言って、飲んで水流せって、あ、分かったって言う、脳内から俺は、はい、で、行って飲みや、はい、ここにしようぜって開けたんよ、はい、入れよお前らって本当開けたら、はい、リッキーさんがこうテーブルに片足乗せてこうやって歌っとったよ
ほんまに。ほんで、そう、ドサクサで、しょっぺんの熱い、あんちゃんが言って、やめようぜって出たよ。はい、マンモスと、ついたの。はい。どうしたんやった。これ朝までですよ。で、ジャドさん、あんちゃんが、来いよ来いよ。逃げろ逃げろって、連れてったよ。で、エレベーター降りるときに、ガンちゃん、木の字、はいってやったら、殴って、うさはらせて、俺とガンスが、ボコボコ殴ったよ。はい。ほんで、もう一回ついて、ピーって開いたら、俺がつまみ出して、ボディースワードやりだしたよ。はい。それガンスすげえんだけど、はい。で、やって、もう、あんちゃん、やめろ、やめろ、つって。帰れて、小遣いを渡したから、はい、で、もう、またな、つって。マモス一緒にタクシー帰るやん。泣いたらしいよ、はい、そしたらあいつら見返しやる。おそれマモスから来たやけど、はい、もうそれネタには言わへんかったから、なんかそんなん言うけど全く足元に及ばんかったやんってそんな話よ。あいつら見返してやるはでもいい言葉ですね。やっぱマンモスはなかったじゃないですか。あ、強い。いや、酒強いし実際プロレスも強いし、だからもう嫌だったら強くなるしかないんですよ。そうな、はい、もうプロレスも酒もプライベートでハヤブサさんとかと全くない。ああ、やないですね。でもあの頃の選手って結構みんな皆さん飲まれてたんですよね。あ、強いの。あ、だから俺が手術終わって日野が電話くれたんや。金ちゃん心配や、もう目が届かへんから心配や。でこっち千葉の方、千葉市内の方来たら、はい、家大丈夫っつ、何がって、お酒ばっか飲んとらちゃうんつ、いや、ウイスキーの辛みはあるよ、何本ぐらいっつ、50本、100本はないって言ったら200本出て、で、全部ゴミ捨てはもうパンパンやから、日の車入れて、それで一緒に帰ってきた。こっち来て